大変ですよね、今から予備校講師になる人はね。基本的には進めないですよね。大沢さんも学校の先生はいいけど、みたいな話されてましたもんね。学校の先生の方が職場環境が厳しいということが一般的にはあり得ますけど、18歳人口がどんどん減ってるっていう大前提はあるにせよ、学校にはみんな行きますからね。学どん校だどん。と昼働けますからね。塾予備校だと高卒生がいなくなっちゃうと夜しか働けなくなっちゃって、自分の生活リズムのこともあるけど、子供たちが夜授業を受けるっていうのが厳しいなっていう、疲れてる子たちに頑張らせるのとかってちょっと厳しい側面があるなっていう気が確かに確しかてて。昔みたいに憧れでなるような仕事ではないですよね。学校の先生の方が全然給料もいいし。もちろん楽しいとかやりがいとかそういうのはある仕事だと思うんですけど、忙しい仕事だとは思いそうまですすけよね。れだからど。稼ごうと思うと相当みんなね、若手の先生とか、ツイッターにコマ上げてますけど、すごい勢いで働いてますよね。土曜とかもびっしり。すごいなと思って。